さてゴール地点の沖縄県与那国島に取材に入っている社会部の浦壁記者に聞いてみたいと思います。浦壁さん、順調に島には近づいてるんでしょうか。はい、今のところ順調に航海を続けています。そしてですね、私の後ろに見えますこちらが東シナ海です。そしてこの海の向こうには台湾があります。現在こちらから船を直接見ることはできないんですけれども、最終的にはですね、こちら、クブラという地区にありますナーマ浜という砂浜に船が到着する予定です。現在の船の状況なんですけれども、与那国島からおよそ南西に87キロの地点を時速4キロほどで北北西に向けて進んでいるということです。これはつまり大人が歩くほどのスピードで進んでいるということなんですね。で先ほどなんですが、現地の陸上本部の人に話を聞いたんですが、昨日の夜は空に雲が出てしまって星が見えなかった、そのために進むべき方角が分からなかったということがありました。また今日の昼も太陽の高度が高すぎたために進むべき方角が分からなかったり、それからずれてしまった、そういう困難に直面したということなんですね。そして与那国島はこれから夜を迎えます。乗組員も夜通し航海を続けていますので体力の消耗も考えられます。予定では最短ですと今日の午後8時から9時ごろこちらに船が到着するとみられています。海は荒れてないようですね。そうですね、海は今日は荒れていませんでして、現地の人によりますと今日は風も吹いていないのでなぎということでした。